はい、どうも、ベアです。どうも、お久しぶりです、メッチです。お久しぶりですか？久しぶりです。あ、そうですか。はいはい、今日はですね、ほいほいほい、なんと TLA、 おトップリガザリーナ、ボリューム4、ボリューム4です。はい、ボリューム4ね。はい、ボリューム4優勝した。おあいつらのタッグが見れるらしいぞ。おい、どうなってんだ、おい。というわけで、はい、ケンさんとクロスさんが、ね、はい、おめでとうございます。優勝したということで、おめでとうございます。で、デッキレシピをいただいたんで、うん、今日それを使ってちょっと一回対戦して、俺マジ面白そう。はい、いきます。それだけでしょうか。名ゲームズ、行きましょう。はい、行きましょう。アスクリ GGG ということで、うん、いただきまして、はい、僕個人としてもやっぱアスジーは結構好きなんですよ。ほう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 。結構ね、一時期結構ね、このタックは荒ぶってた感じありますけど、そうです、ね、相手マスキング倒すか、そうやりますね。倒すか、倒したいですね。倒すか、こうするか。あー、なるほど。いやいや、5でいいんじゃないですか。5だと出ますよ、あいつ出したくなくね。これで、なるほど、はい、もう無視で、無視しんで、はい、あのマスキング置けないんで、うん、横、あのリーダー横を埋めちゃうと、はいはいはい、結構このデッキって、うん、あの相手リーダー横を埋めるだけでも結構あいつとしてはすげえ嫌なんですよ。ですね、はい、ガンガンいく、はい、シャカベルということで、はい、しかもこの、あの、ハガマタキさんマタキさんみたいになってる。ハガマタキさんの効果インセクターハガみたいな、見てください。はい、全ての敵メンバーに経過単数分600ダメージ、うん、600ダメージ、100分敵ダメージ強すぎる。これでも知らなかった人いるんじゃないのぐらいのね。いや、結構ね、流行ってたんですよ。あ、そうなんだ。知らなかったでしょ。知らなかった、うん、あの、しっかりファイトリーグでね、あの、勉強しようね。あれ、これだとどっちでしょ、取れない気がするんですけどね。どうでしょう。こっちにはありますから、ライオンキング。ライオンキングいますね。強すぎ、トリの鬼、はい、いや、これ5番とかやめてほしいな。おー、やめてほしい。リーダーが寿司三昧って言ってるよな。裏飯だべ、裏飯だべ。お化けんかわいいな、これ。シャカ、シャカミキ取れないですね。取れない、素晴らしい。さあ、くれさあ、寿司三昧って言ってるよね。あれ、あの、救急ですか、救急ですか、言ってる。いや、なんか、なんとかだね、寿司三昧みたいなこと言ってない。急にめっちゃ広告入るやん。え、どうするこれ。うらみしだびーにする。それでもこうする、それいく、勝ちにいくか。いや、これあれですよ、マジで負けますよ、あれしたら、あれ来たら。まあ、そうですね、宿女来たらもうバーン、宿女来たらもう負け負けの負けですね、これ。3番もいってみる。ちょっと考えよう。俺そこありだなと思ったんだけど。いや、そこ行ってみようよ、7番。7か、うん、いや、17行ってみよう、マジで。はい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 。これ何がいいかって、はい、宿女フィギュアチャンピオンしちゃった。でも、あの、そこが運ぶにはいいんですよ。あの、宿女が置けないんで、うん、うん、確かに。まあ、でも10、12で置かれますね。死に食いされた。はい、せー、いや、きつ、いや、殴っとくべきだったかな。死に拭われます。殴っとくべきだったか。よかった。一ついいですか、はい、マスキング出てないんですよ。ですね、はい、超助かる。全然マジで殴りでよかったパターンだろ。殴りでよかった。宿女来たところだったもんね。はい、お、200回復、めっちゃ回復してきますね。そうですね、でもこれ別にいいでしょ。ここから、あの、全処理しつつ殴りに持ってきましょうよ。うん、ドレインね。今後なんかこのドレインのスキルとか増えたら嫌だね。確かに。マジ強じゃないですか。これちなみにあれですよ、6ターンなんでもうアイロナ全部に行きますよ。そっか。なんで、全処理、全処理行きます。そうか。いや。
まあ、それでもいいっす、はい、埋めてっちゃうのもあるっすね。はなちゃんだけ残らない。はなちゃんも今600なんで。いや400そこそこ、ね、失礼しました。めっちゃ回復されてるやつ。めっちゃ回復していく。まあまあまあ、こっち場面作りましょうか。そしたら、そしたらクリーン、いや8にノース置きましょう。ノース行く？ノース行ったらダメです。めっちゃ暗い、めっちゃ回復されますよ。ああそうしますか。うん、ノースでいいんじゃない。ノース8とかでいいんじゃない。だって花ちゃんだあれアーズ入ってないし、うん、それでいいんじゃない。ここ埋めつつ、うん、あ、アイロンの効果入んねや。そうそう、そっか。まあでもいいべ、いいべ、いいよ、まあまあまあいいよ、いいよ。やべただもうこのノース入ってるってところも、うん、ちょっとね、さすがと言わざるを得ない。そうね、うん、18番街の、うんうん、やっぱメタっていうところが、ね、リボンリーダーとかをもう無効にできると。あれさっき相手1200とかじゃなかったっけ。1500ぐらいまでいってたんですよ。1200までいってた、確かに。なんでこんなに回復してんの強っ。よく見てマスキングはっていうか、ちょっとやばいな。でもまあこちら滝リーダーもありますから。滝はまあマジ、おお珍しいの入ってるね。ですね。串刺し、串刺し、もう勝ちやんけ。これえ、こうしますよ。はい、遅えな。早えなもいいね。早えな強いね。素敵だよね。じゃあフリックコマンダーいきますか。それとも、あ、フリックコマンダーでいいかな。8でいいよね。はい、フリックコマンダーにしましょう。この俺ね、レシピをさっきケンさん、クロスさんからもらって、はいはいはい、僕は教えてもらったじゃないですか、はいはいはい、見た時に、もうこんなデッキなんだと思って。僕会場にも行けてなかったんで、はいはい、完全初見だったんですけど、はい、いやすごいなと思って。やっぱり全然予想外にしなかったって感じですか。ですね。これが入ってるんだとかって多くて。確かにね、うん、フリックコマンダーなんだ US とかもありますし、結構ねやっぱりジジイはポイズンが強かった。うん、ポイズンジジイが強すぎたから、ね、なるほどねっていうレベルでしょ。ナースこちらも耐久していく。はい早いな、強い。早いな、いいね。これハガマタキ1000ダメージいきますよ。ですね。絶対使わないでこれ。おいマジかよ。それはキントラン。それはダメだろマジで。それはダメ。どうすっかな。さあ狙い通りの繊維をつなぐことはできるか。まあそれですね。いいか、それだと思います。何百やったの？もらった！スーパー！ナイス！よし、いい感じいけんな。見て、来へんだべ。え、これどうしようか。僕的にっすよ。方面消したくないってやつですか？いや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 。八番にアンテとか置いて、リーダーにポイズン入れるかなって感じかな。ですね。はい。これで。はい。でリーダーポイズンかな。これで2くらって100くらって1000あったら負けですね。見てこれさ、うん、アンテさリーダー右に置いてさ、てかバーストって勝っちゃったんだよ。そう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 。いや勝ってないな。いや勝ってますよ。勝ってない勝ってない勝ってない。だって4、5、6どれ足りるんですか。100単で。あぶね。そしてマトリョーシケでしたね。あぶね。 US は確かにショットでよかった。確かに。これでも400じゃない。そうなんですよ。
まあ、400はないでしょう。200くらいあるもんね。うん、語り方これでいいのか分かんないけどね。そこなんかもらってなかった？もらってもらってた。いや、こんな感じだとは思うんだけど。はいはいはい。おカーパカッパのトントントン似てますね。ありがとうございます。じゃあ、こいつが来る前に僕ファイティングバース使いますわ。こいつ死ぬ前に。遅かったですね。うん、バーストで勝ちなのか。そう、いっちゃってくれ。スタチェン後ので気になるな今の待ったわ、ちょっと気になるな、気になるな、おい。もう一回行こうか。もう一回行きましょう。これはジョアチジョアイションバッジアンガーですよ。やってなさすぎて、多分やってるよこれ。あれかな、ミッキーかな。ミッキー1ですか。ミッキー1でいいんじゃないですか。はい、このリボンリーダーに対してこっちはね、きちんと対策してますから。そう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 。いや、ライオンと、うん、まあこのね、ハシビロを初手に来ちゃったのは結構痛いかもしれない。そうなんだよね、そうなんだよね。遅えな。うわ、せぃ、え、ゴキトーニャー。最近さ、うん、この左目がもう開かなくて、うん、痛すぎてな。病気じゃん。なんだ、なんだとか。病気でしょ。違うと思うんだけど、俺最近コンタクトつけたままよく夜寝てて。病気じゃん。それ、まあ、多分それは原因じゃないと思うんだけど。ね、どうし、な、な、なんで言ってほしいのか、マジで。申し訳。え、これショルルしかないな。これ残せねえな、こんなんな。処理ましょう。これで1番にフリックコマンダー Z で。Z でいきますか。はい。よいしょ、招待数。最悪。最高だよ。最高の間違いだろ。いくよ。フリックコマンダー結構デザイン好きだわ。かわいい。でも俺、タキちゃんのデザインめっちゃ好きですよ。タキいいよね。お米券俺だって家で最近さ、うん、タキちゃんに憧れて、うん、結構お米券の練習してるんですけど、毎日素振り2000回やってます。お米券、お米券どうなの、お米券って。成果はどうなの。成果、ご飯がうまい。米がうまくなった。食ってないだろ。米食ってるよ。家で食ってる。食ってるよ。米しか食ってないわ、俺。金がねえからおかずはねえんだ。米だけ。米っすよ。俺なんか金ねえからもう何も食ってねえから。寂しいよ。お米券じゃん。これもう一丁クリーンにしちゃいますか。ノース来ちゃいましたね。まあいいか。一丁クリーンにしちゃいますか。え、これ何ターン目？4ターン目か。うん。漏れることはねえんじゃねえか。行きますわよ。どっちでもいいぞ。ノース行ってもいいし、ノース行かなくてもいいし。どう思う？でも300上がってるもんね。300上がってるね。消せるけど、あれなんだよな。ポイズンもクリーンされちゃうってくれる。そうなんですよ。ただ100減るだけとか考えたら。アンテ読んでもいいけど、うん、いや、消しとこが。6でいいよね。うん、6いっとこが。これで全処理プラス。うん、しときましょう。これでうかつに打てないだろう。うかつに打てなくはないか。打つなら今のこのタイミングしかないです。むしろむちゃんすっとおらいっつって打ってくれた。え、ノース止まってんのこれ。え、ノースいいよ。確かに心なしかちょっと今回転が遅かったいつもよりゆっくり回るよ。ここで、はいはいはい。これやっぱりこの鈴とか、うん、司とかと絡められると非常に嫌でしたね。そうね、うん、ただこの置き方だと司の対策できてたのいいですね。うん、
なるほど。なるほどな。次またシャッフル入りますもんね。そうね。ここでまたノース行きたい。いけるか。いくしかねえけどな。てか1600は多分ダメージ受けないんで、うん、ここはもう、これで。はい。バーサル詰めてもよかったですけどね。え？なんで？なんか、どういうことどういうこと？あ、バーサス打つぞ。そう。打つ意味ないっしょ、でも。で、多分、タキ使わなさそうじゃないですか。ニュータイプだ。オールドタイプでございます。優雅だな、このおっさん。ピキーン！しょわかんねえわ。わかんねえ。似てなさすぎて笑った。うわ、まずい。マジで似てなさすぎて。なんだこれ。ニュータイプって言ってたから、うん、あ、そういうこと？ガンダムのモノマネをしようとしたんですけど、なんかピキーンって言ったらニュータイプってなんかそういうピキーンってなんか来るんですよ。ひらめくんですよ。はいはいはい。ひらめきって、ひらめきがあるんですよ。はい、ピキーン、ひらめいたみたいな。はい。敵が来るみたいな。あのコナン君が分かった時なんか後ろにピキーンってなるみたいな。違う。違うでしょ。違うでしょ。違うでそれ違うだろ。違うでしょ、それは。え、これ勝てなくね。勝ちますよ。バーストって4-4で勝ち。あ、そうか。強さ。強い。これが強い。聞いて、よく聞いて。いや、だからこれが俺のって言ってんすよ。俺のからか分かんない。分かんないんだな。ピキーン。シャリー。ナイス。いや、強いわ、これ。ニュータイプだ。うん。いや、ま、前回の空海ん、うん、と、クロスのデッキ、はいはいはい、そこにもクロスさん入ってそうなんですよね。クロスさん強えな。クロスさんすごい、マジでクロスさん強えな。クロスさんさすがでございますよ。いいですね、はい、強さあるわやっぱり。そうですね、うん、まあ前紹介したデッキこれとめちゃくちゃ強いなと思います、うんうん、デッキレシピいきましょう。はいはい、はい、というわけでレシピこちらですね、はい、まあ実はですね、はい、このそうなんだよね。はい、あれどこだっけ、あ、これだ、亀田光輝のね、亀田さんの枠がヘッジなんですけど、はい、そう、本当は3兄弟じゃない、はい、僕ヘッジ持ってないので、はい、ちょっとこっちにしてます。はい、持ってる方はヘッジにしていただいて、まあでも、はい、亀田でもありかなって感じをしましたね。いや、どうすかね、いや多分ヘッジは強いと思います、やっぱり、うん、あの処理能力優秀なんで。まあ、そうかそうか、うん、でも、まあ、これで処理しながら、はい、戦うっていう感じのデッキですね。はい、はい、非常にやっぱそのアスクリのメンバーの効果で、うんうん、登場時にダメージっていう効果とかが増えたためでに、はい、結構処理しやすいっていうのがですね。で GG はポイズにしつつ、うん、相手のクリーンやったり、やっぱしっかり GG のサポートっていうのもね、うん、できているのかなと思います。ですね、はい、でアイロノとかね、タイピング強で処理もすごいできりやすしやすいので、非常に盤面を取りつつ相手に大ダメージを与えていける強いデッキだと思います。強い、これはぜひ皆さんも使ってみてくれるでしょう。はい、参考にしてみてください。というわけでご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。次回の動画でお会いしましょう。またね。はい。